今日も秀急行模型チャンネルをご利用いただきましてありがとうございます。今回は加藤さんの12系客車の新旧の製品比較を行いたいと思います。先日発売されました加藤 10-1670 客車編成セット、寝台急行北国8両の座席車として再生産されました12系客車のうち、加藤5304スーハフ12 100番台前期型国鉄仕様と加藤5302オハ12国鉄仕様が入選しました。なぜね2両のみということなんですが、秀急行線には12系客車が5両在籍しておりまして、これの増備ということで今回2両だけの入選となっております。この既存の12系なんですがね、約25年ほど前のロットになると思います。品番は忘れてしまいましたが、バラで揃えた記憶があります。多分加藤さんのね12系の初期のロットだと思います。12系はそれ以前はトミックスさんから出されていました。それよりさらに10年ぐらい遡りますが、機械出版社さんからのね N ゲージブックという本のナンバー1でトミックスのオハ12からキハ65を作るというねスペシャル的な改造アイデアを見て興奮したのを覚えております。確かにねオハ12のトイレの部分に運転台つけたらキハ65になりますよね。と話は脱線しましたが、話を加藤12系に戻しまして、この旧ロットの12系の出来栄えが、結構いいんですよね。それで新製品とね、置き換えるのは何とももったいないんで、では一体ほどどれほどね、新旧違いがあるんやろうかということで今回確認しようという企画でございます。それではオハ12から見ていきましょう。まずは在籍状態での比較です。こちら奥が旧ロット、手前が新ロットになります。旧ロットの方は屋根の色をね、暗い色に塗っております。少しねいじっております。まずは客用扉です。新ロットの方がね窓が小さいのとエッジゴムも細くて実車に近いように見えます。あと白帯のラインがね太くてはっきりしていますね。次に屋根上に目を向けまして、クーラーのルーバーの形状の違いがね確認できます。私あまりクーラーの形式については詳しくないのですが、違う形式なんでしょうかね。ベンチレーターは新旧製品とも別パーツとなっておらずに一体成形となっております。トイレ洗面所側の屋根上を見ますとね、この名前がわからないんですが、矢印のカバーみたいな部分に違いが見られます。あと赤丸で囲みました2つの横長の窓なんですが、上が行き先表示幕、下が内折れ式の窓になっています。新ロットは内部から白のプラ製パーツをはめて表現をしています。でもねこの方式ですと仕上がりはすごくね綺麗いんですが、車内からの光がね漏れないので、夜間のね設定で室内と入れて楽しむ場合は光がね漏れる方がありがたいですね。旧ロットの方はガーマドガラスのパーツと一体になっていて、無色透明でしたので白色を色入れしています。続いて床下を見ていきましょう。同じく奥が旧ロット、手前が新ロットになります。旧ロットの台車はビス止め、カプラーは台車マウントで加藤カプラー N に交換しております。新ロットの台車はスナップオン方式、カプラーは三つ連型ボディマウントカプラーになっております。そして新ロットの便所洗面所での台車には車軸発電機が表現されています。実はね私知らなかったんですが、12系ってねディーゼル発電機積んでいるんで、全てこのディーゼル発電機から電力を賄っていると思ってたんですが、照明や放送などの電源は車軸発電機に頼ってたんですよね。ディーゼル発電機はクーラーと電気暖房用で、万一ディーゼル発電機が故障しても照明や放送などの機能は活かせるようにとの設計だったんでしょうかね。続いて車内を見ていただきます。こちら旧ロット、座席はもともとプラの成型色でしたのでね、フラットブルーを吹いております。この車両は以前室内灯を取り付けしておりましたが、電球の旧室内灯でしたんでね、天井のプリズムだけ残してライトユニットは撤去しております。今後ね LED 照明ユニットを取り付けする予定をしております。そしてこちら新ロットになります。
座席パーツは、製品の状態でね、青色になっておりました。次はスハフ、ジューリを比較していきましょう。同じく奥が旧ロット、手前が新ロットになります。オハ12との比較以外での違いを見ていきます。スハフ12の車掌室側は機関車と連結するんでね、旧ロットは同じく台車マウントカプラーをカトワカプラー N と交換。新ロットはボディマウントのアーノルドカプラー装備となっております。顔の比較としましてはね、貫通扉の窓が旧ロットが H ゴム指示となっておりますが、新ロットは縁なしを表現されています。そして私これ好きなんですがね、新ロットには車掌室に放送装置が表現されています。これ今の状態ですと青色で目立ちませんけどね、ライトグレーなんかに塗りますと、客車列車の雰囲気が際立ちます。床下は新ロットがディーゼル発電機ユニットが別パーツとなっております。次に車内を見ますと、旧ロットはテールライトがね、電球ですので、照明ユニットが大きくて、4分の1ほどがね、照明ユニットに占領されています。一方、新ロットの方はテールライトが LED ですんでね、照明ユニットが小さく、その分車内の表現が充実しております。車掌室もこのような感じでね、表現されています。この辺りはね、ポイント大きいですよね。あと加藤さんのね、製品案内では、10-1550、12系急行型客車、国鉄仕様6両セットでは、スハフ12、オハフ13の前面貫通扉の窓は H ゴム指示で、屋根上には補強があって、クーラー側面がスリットタイプになっているとのことです。最後に、新ロットのスハフ12のアーノルドカプラーを、付属のナックルカプラーに交換。あとこのままではね、旧ロットの加藤カプラー N と密次連型ボディマウントカプラーとは連結できませんので、被害者的な扱いとして旧ロットのスハフ12の車掌室側台車マウントカプラーを切除して、新ロットに付属されていました密次連型ボディマウントカプラーを接着面をね、フラットに調整してから接着剤で貼り付けしております。ちょっとね、強度不足が懸念されますので、最終的にはビス止めがいいのではないかと思っております。この車両、中間に連結されてね、テールライトを消灯する必要があるんですが、この、旧ロットにはね、テールライトのオンオフスイッチが設けられておりませんので、目立っていたこの照明ユニットごと取り外しております。ご覧いただいております動画の後部2両が新ロットになります。新旧の違いに特に違和感はなく問題ありませんが、注視してみますとね、白帯が新ロットの方がやや太く見えております。以上が新旧ロットの違いになります。旧ロットのね、出来が良いので新ロットの斬新さが目立ちませんが、それでもグレードは確実に上がっていることがわかりました。それではこの動画この辺で終了とさせていただきます。模型はいろいろいじっておりますがね、あくまでも参考としていただき、ご自身の模型をいじられるときは自己責任でお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。ひで急行チャンネルではコメントや評価、チャンネル登録をお待ちしております。チャンネル登録は真ん中の丸い枠をタップするだけです。ありがとうございました。